これはとてもまずい展開じゃない。素晴らしい小説の要素がないことは確かだ。何があったの？おお、魅力的で愉快な双子のフライ兄弟か。なんだ？ミスター・レイモンドは物知りだ。この町のことを知り尽くしてる。そして全てを本に書く。ヘンリー・レイモンドだ。三流のショッキングな話を書いてる。いわゆる三文小説だな。で、彼はアーティーだ。ミスター・レイモンドは現実の殺人をとても刺激的に作り変えるんだ。そして犯人は常に捕まる。ちょうどここに事件がある。君たちのどちらかが解決したいんじゃないか。もちろん犯罪の解決のことだよ。答えを見つけるのが爽快なんだ。到着したら監督が死んでいて、ドゥーリーという少年の手が血に染まっていた。まだ凶器は見つかっておらず、犯人逮捕には至っていない。早く解決してくれるか。仕事が滞ってる。荒っぽい奴らだが、誰かが子供たちを管理しなきゃならない。喧嘩さえやめてくれりゃ言うことないんだがな。そいつは僕が倒れると今度は蹴ってきた。だから持ってたワークナイフを掴んで身を守ろうとしたら、パンチで気絶させられて、その後気がついたら男があそこで死んでたんだ。僕の弟だよ。仕事が好きじゃないから作業員の一人に殴られてて、止めようとしたらそいつ今度は僕を殴り始めたんだ。戻った時には男が死んでて、ドゥーリーはナイフを持ってた。どうか逮捕なんてしないで。あそこに立って考え事をしていたら男が来て殴られたんだ。ドゥーリーが止めようとしたらドゥーリーも殴られた。助けを呼びに飛び出したよ。これについて誰かが詳しいかもな。ドゥーリーのナイフだ。彼は誰にも貸さなかった。僕が？違うよ。待て待て、そう焦るな。調べた事実に基づいてこの殺人事件を解決したというんだな。だがアーティ、何か助言はないか？明白に見える事実、表面に見えるものの奥を見るべきだね。では再挑戦だな。能力を生かして発見したものをより深く見つめるんだ。ウィルキンスとここで働いてた。悲鳴が聞こえてウィルキンスは確かめに行ったきり戻らなかった。見に行ったら死んでたのさ。疑われたくないから長居はしなかったよ。そういや変だな、ウィルキンスはバンダナをつけてなかった。バンダナは醸造所で働く者しかつけない。モリスに聞いてみるといい。醸造所の中は煙が出るから、作業するときは全員バンダナをつけている。ウィルキンスは子供を叩くタイプじゃなかった。逆にいつもそういうことを止めようとして喧嘩になっていた。
一日中倉庫の中にいた。あの中ではバンダナをつけてる。あんな匂いと煙じゃそうするしかないのさ。容疑者をもう一度尋問するべきだ。もっと調査がいる手がかりがあるね。誰が喫煙者かはよく知らない。テイラーかな。彼のかもしれない。数ヶ月前にタバコはやめた。そうだ、今朝醸造所の誰かがタバコを吸ってるのを見たぞ。誰かまではわからないが。言った通り中にいたんだ。外で一服する機会はなかった。でもコールトンは外に出てたな。今なら煮詰み場で作業してるから聞いてみろ。奴と喋っていたら騒ぎが聞こえて、あそこに入ったらウィルキンスの死体を見つけた。哀れな奴だ。食事と金を与えてやった子供に殺されるとは。吸わない。吸ったこともない。これについて誰かが詳しいかもな。ああ、確かに時々タバコを吸う。それが何だ。俺が監督になるべきだったんだ。ウィルキンスは子供を甘やかして俺が殴るのを止めやがった。最初の印象よりずっと難しかったね。お見事。留置場に連れて行け。